るでしょ。見てよこれ揺れるんだよ。これ二人でどうすんの。どれ髪これだったらやっぱティッシュとか必要だ。ティッシュだとしたら野宿、ハロハロ野宿に帰りましょう。この間使ったばっかりのやつ、ね、これハロハロオークションで、楽しめるもの、みんな楽しく盛り上がる、はい、すぐ遊べる、すぐ遊べるから見れば遊べる、こうやって虚構の劇団のマスコットやってますから、ここのケツ、みんなケツ持ってるでしょ。このケツに対してどういうアプローチがあるかってことが言いたい。これこうやって見える。本日は皆さんからの質問を何でも受け付けます。何でも。そして公開対オークションも実施、演劇的バラエティもやっちゃいます。ピルグリム2019公開大打ち上げ、皆様